日本东京进入梅雨季，闷热天气让游客看到贩卖机就忍不住想要投饮料，还有来到日本必吃的拉面，这些通通都需要用到日币。但7月3日起，日本将发行新版纸钞，现有的售票贩卖机都必须更进换新。配合日本政府发行新钞票，很多台湾人来到日本旅游必吃的拉面店，原本只能用现金的这个售票机呢，现在也被迫要更换成新机种。お待たせいたしました。鶏白湯そばです。选用鹿儿岛鸡肉和水熬煮成的浓稠鸡汤，加上低温调理鸡肉叉烧，这一碗获得米其林认证的拉面受到许多外国游客喜爱。为了避免造成客人困扰，业者干脆趁着这次新钞上路，把售票机换成无现金支付机器。券売機の以前使ってたものが使えなくなるっていうところで、まああの設備の入れ替えをしないといけないんですけども、やっぱりそれにも費用がかかる。思い切って今回はあのキャッシュレス。大体1台で100万円以上はかかるんですけども、あとはその他のメーカーさんだったりとか機能によって高くと200万とか。虽然得砸大钱买新机器，但也能省下打烊后结算现金的人力成本和防止窃盗案件。30分から1時間ぐらいこう早く締め作業が終わって、人件費の削減にもつながるし、例えば夜に誰かが忍び込んで券売機を壊してお金を取っていくといった事件もやっぱり多いので、そういったリスクがまずなくなったのが一番大きいのかな。根据试算，因应新钞上路、设备更新等，将带来约1兆6300亿日元的经济效果。预估到新钞发行日为止，银行 ATM、车站售票机、超商收银台等更新率将达到8到9成，但是全国多达200万台以上的贩卖机更新率却只有2到3成。感觉会不适应，而且会有一点困扰。你看像这种六月份天气就很热了，附近便利商店比较难购买，然后看到贩卖机比较近，当然是以贩卖机为主啊。我们目前大概有8-9成的消费呢，都是使用西瓜卡，所以我觉得影响应该还好。日本新钞上路倒数，各业界的应对大不同。如果7月起要到日本玩，拿到纸钞时记得先看清楚。外媒新闻室数号日本东京采访报道。